の登場は松浦城若さんで木村長門守堪忍袋。豊臣家家臣の長州殿こと木村長門守重成は超イケメン。重成が気に食わない山添良寛は重成を怒らせて力勝負で打ち負かそうとしますが、いつもうまくいなされてしまいます。ある医療官は大阪城の井戸野で丸腰の重成を襲撃して怒らせようとしますが、とうとう重成の堪忍袋の尾が切れてしまうのでしょうか。いや、歴史探偵を担当する私としてはこの後ね、重成と良寛が大阪の夏の陣でね。雄一、それ以上喋るとネタバレするわ。お黙り。戦いで胸が23歳の生涯閉じた木村長門守重成がありし日の堪忍袋の木村長門守重成、その姿はと見てありますと背は高く色白で眉は黒うろ、まなじり凛と上がった美女、立ち振る舞いも涼やかで、ただいまで申しますところの超イケメン。一点火の打ちどころのないこの重成に対して執拗に嫉妬心を沸かしております茶坊主が一人、山添良寛と申します。人並み離れた力の持ち主、何かあれば重成に難癖をつけてやり込めてやろうという心よからぬ男。重成は美丈夫ですからつけ入れられるような隙はありませんが、ある時考え事をしながら廊下を歩いていた、ドンとぶつかりかけたその相手が山添良寛。ぶつかりこそしなかったものの、良寛が手にしておりました茶がこぼれ、そのいささかが袖を濡らして、してやっぱりと良寛の心の内、教主様かように衣の袖が濡れましてござりまするぞ、これはすまぬこと、お待ちくだされ。世の中すまぬで済むこととすまぬことがござります。この場合すまぬで済みませぬぞ。それは何といたせば、ここで私と勝負をなされませ。そなたと勝負、乱暴なことを申すが、ここは城中、さようなことができると思うか。わけてそなたは力強せ、拙者は非力、勝負にはならぬ、許せ。それはできぬとありますならば、この場において私の原骨を受けられまするか。原骨を、それでそなたの心が収まると申すのであれば、と長門守はその場に膝をつく。してやったりと良寛坊、力の限りに。どうだ、少しは答えたか。
拙者の頭の痛みはとにもかくそなたの手に怪我はなかったか。何ぐぬ、それでもお家の重臣から避けないわ。豊臣家の行く末は案じられるわ。かしるけめ、ざまあ見やがれ。長門守が理不尽に茶坊主に殴られたと、このことが直ちに家中に広がった。大阪七手組の一人で一番奥取りは魔の文武の神様のお耳にも届いた。文武の神様は取りも直さず長門守の衆と、つまり重成の奥方は青柳さんは文武の神様のご息女であります。日本一の婿殿じゃ、いや良い婿じゃと自慢の花も高々の婿殿がひょんなことから茶坊主に殴られるということ、驚き、また苛立ちを慌てて長門守の屋敷へ駆けつけた。少々殿、これはご上等ご用でございましたらこちらから出向きましたものも、さようなことはどうでもよい。なんたる集大茶坊主ごときに、よくもまあこの文武の神にまで恥をかかせてくれましたな。そのことにござりましたか。いや、そのことなれば相手が何分にも分からずや聞く耳も持たず、詫びを入れても収まらず、かようなことになりましてございます。さそうじゃ。何故そなたが茶坊主ごときに詫びをせねばならぬ。無礼者と、なぜ刀の錆にしてやらなんだ。ご仕事、お言葉にはござりまするが、場所は城中にござりまする。城中で刃物三昧は切腹沙汰。たかだか知れた茶坊主相手に腹を切るようなことがありましては犬死にと申すもの。腹へど来たる夏の灰、灰は牛馬の糞に止まるかと思えば、高位高官高貴なお方の頭にも止まります。それをじっと耐えております。はい、朝が春は絹べしとか申します。廃金館を選ばず踏まれても根強く忍べ道芝のやがて花咲く春は絹べし、そうか。娘おらぬか、青柳は。そなたなんたる家宝物、世間のものがあれこれと騒ぎおるのは長州殿の真の心がわからぬゆえじゃ、弱い無掃除のこのわしやとって背負った子供に教えられる浅瀬を渡る思いする、今さらながら面目ないぞ。恥かかされたと閻魔の顔が拝金観音一言で、
甘酒飲んだかい恵比寿顔機嫌上々文語の神拝金観音一下りこのまま黙っておられようかと侍詰め所へニコニコと方々日々のお勤めはご苦労でござるの。本部様こそご登場誠にご苦労様に存じます。最近館を選ばず生まれても根強く忍べ道芝のやがて花咲く春は来ぬべし。お分かりいただけませねば致し方はござりませぬ。お心のままになされてくださりませ。ハッ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 。大丈夫でござりまするか。大丈夫じゃ。ハエというやつは牛馬の糞に止まるかと思えばまた高貴なお方の頭にも止まる。よし頭に止まったからとてこれをいちいち捕まえて手打ちにいたすものがあるか。あるまい。長門殿の目から見たなればあの茶坊主は灰も同然。踏まれても根強く忍べ道芝のやがて花咲く春は来ぬべし。お分かりかな。なるほど。さすがは長州殿。おお恐れ入りましたと一同関心のほかはない。さて両官坊主は自分のことをハエ呼ばわりしている。これは誰が言い出したものかと調べてみると発信元は長門の神。おのれあれだけ謝っておきながら影へ回ってかような悪口だんまい。よーし今にどうする見ておれよ。大阪城にギアマン風呂つまりガラス製の浴槽を備えました湯殿がございます。端午の節句のこの日として主だったるご家来もお流れとしてそのお風呂を頂戴することができる。その湯戸の近くで長門守の姿を見ました良か。ああこれから湯戸のへ行くか。よーしここでひどい目に遭わせてくれよ。しばし愛を計らいまして自らも湯戸のへ参ります。着物を脱いですっぱだか握り拳を固め、よほど心が据えていたんでしょう。恥ずかしいところを隠しもやらず中へと忍び入った。長門守の後ろに立ってバン殴りかかったがひょいっと体をかわされてしまった。トントントン前に倒れたところをぐっと押さえつけられた強力。後ろから不意打ちとは卑怯千万。興味津証明一尾根ならば何故名乗って勝負をいたさん。うわつけなだれ湯殿にとどろくその声を聞いて両官血の気が伏せた。それも道理かごとまた米番団へもんも素直に一目置くという善名岩見十太郎。今の名前が鈴木田兼助。命に関わる人違い。人違いでございます。ご勘弁くださいまし。己はちっち
茶坊が。さては長門殿と間違えておったな。重成殿は穏やかなお方ゆえことなく済んだであろうが、この隼人はそうは参らぬぞ。銀骨がどんなものか見せてやる覚悟せい。おい、漆は銀骨は嫌か。銀骨が嫌なら刀の錆だ。銀骨をお願いいたします。心配をいたすな。ただわずか撫でるばかりじゃ。わずか撫でるばかりとは言いますが、この人の撫で方は世間様の撫で方とわけが違う。原骨というものは大概いただきますと頭にコブができるもの。しかしながら鈴木田さんの原骨は握り拳の形でエクボができるそうです。手を外せ。手をどけぬか。今のはほんの小手調べ。これからが本番だ。もう十分でござります。はい、どうぞお許しを。やかましい。そなたが十分でもこちらは不十分だ。手をどけろ。続いて殴らんとしたその時に後ろの方に声があって、しばらくお待ちくだされ。そのお怒りとお叱りはこの重成にお向けくだされ。鈴木田殿、怒りはこの重成が。なる堪忍は誰もするならぬ堪忍、するがまことの堪忍と、一途の思いをひたすらに貫き通した。それゆえにかかる騒ぎになりました。杉田殿、己肉やと握った拳も開いた。なればかわいやかわいと撫でるお手ではござらぬか。金助返す言葉なく、堀山添を旅館よ、長州殿の今の一言なんと聞く。あだおろそかに思うまい。何時許しがたきことながら、せっかく握ったこの拳使わず開くはもったいないと、こめかみに刺してくり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 。先にもらった原骨よりもグリグリの方が痛かった。長門の神は両官に茶坊主ながら、その方は人並み外れた力強。それに引き換えこの重成は生まれついての臆病ひじき。なれど万一豊臣のお家に大事のその時は、命を的に働くぞ。そなたも心を改めて、愚かな虚勢や意義を捨て、仕事の務めに励むべし。世のことを技になんとある。大敵とても恐れるな、小敵とても侮るな。ただ一筋に君のため尽くすまことを、もののふの
道ということ。忘れるな。青葉の青葉に塩の茶坊主は初めて気がつく身の愚か、面目次第もござりませぬと、ここに山添領官は長門守の家来となって、生駒の裾は中川地、若い泉の戦いで主従ともども散ったという、長門守の堪忍袋、木村重成堪忍袋、まずはこれにて読み